皆さんこんばんは。アムウェイの人間、反論すると大体逆切れ、デンジーです。今桜の季節で、もう前線というか、どんどん情報がこう流れてきて、まあこの辺もですね、もう桜の季節、まあ明日の土曜日とか来週ぐらいが満開でいいじゃないですかね。この季節というのは、まあ、別れがあった後の、まあ、出会いの場でもあるし、まあ、正月とはまた違って、まあ、新学期とか新しい社会生活とかこうスタートするんで、まあ、本当に新しい気持ちで希望を持って、出かけるっていうその明るい雰囲気の時なんですね。で、まあ、私もですね、まあ、一つの別れがありました。で、まあ、エイプリルフールじゃないんですけども、ちょっと私のこれ兄貴の話なんで、まあ希望を持って明るい雰囲気の時にちょっとまあ不似合いかもわからないんですけどもね、ちょっと気になることがあって聞いてもらいたいと思います。で、あまりまあ人が経験したことのないようなことなんで、まあこんな話どうかなと思ったんだけども、まあ一応聞いてください。実はその兄貴っていうのは前にもお話したように、まあ、北朝鮮から、まあ、母親と3人で本当に死に物狂いで、まあ、一緒に帰ってきたんですね。で、日本に帰ってから、まあ、はっきり言って北海道の函館の方に行きました。で、そこで、まあ、あの頃はね、もう戦後すぐですから、食べるものがない、まあ、金があっても食べるものがない時でね。で、金がなければもっとないっていうような時だったんですね。で、兄貴がそのある時病気になって、で、病気になった理由っていうのがやっぱり、まあ、栄養失調だったのかな。まあ今だったら、まあ、そんなことないと思うんだけども、まあとにかく具合が悪くなって入院しました。で、あそこの大きな病院に入院してて、で、まあ、その入院する原因になったのが、まあ、風邪をひいたのか、まあ、そういう感じだったんだけども、まあ、おそらくですね、まあ、あの時考えるのは、まあ、家計を助けるために、まあ、新聞配達をしたとかね、言うんで朝早く、まあ、4時5時に起きて、ね、寒いところを起きていって無理をしたというようなことが、まあ、きっかけだったと思うんですけども、とにかく体調を崩して入院して、その後ね、事情はよくわからないんだけども、まあ家庭の事情でちょっと遠くへ、転居することになって、当然まあ入院もしてて転院ということになったんですね。まあそれもはっきり言って今の成田空港の近くの富里村っていうね、小さな村のところに、まあ親戚もあったんで、まあそこの小さな病院に入院しました。まあ、病院といってもね、今我々が知ってる病院というのは、まあ、どんな小さくてもね、まあ、その辺の医院であっても、まあ、受け付けあって、まあ、それらしい、なんちゅうか、作りになってるんだけども、もうどう考えてもね、まあ、おそらく、その辺の、まあ、開業医のお医者さんね、まあ、そういうとこだったと思うんだけども、まあ、そこに入院しました。で、私はね、東京にいたんで、まあ時々っていうか、まあ、まあ数えるほどしか行ってないと思うんだけども、まあ見舞いに行ったんだ。で、その時に、まあ、兄貴の病気っていうのが、まあ、はっきり病名も実はわからないんだけども、まあ、心臓が具合悪くてね、とにかく水分を取ったらいけないっていうような、まあ、そういうことだったらしくて、ベッドに伏してはいたけども飲み物が飲めないっていうようなことで、いつも喉をカラカラの状態だったんかな。で、この私が東京から見舞いに行った時に、まあ、ちょうどね、6年生を卒業した春休み、まあ、当然春休みかな、その時に行った時にですね、やっぱり一人で病室にいてね、まあ、普通の病院の感じでなくてね、今思い出すと、まあ、4畳半か6畳ぐらいのね、まあ、洋間で、まあ、とにかくベッドがあって、その向こうがこう剥ぎ出しになってて、こう庭があって、こう乗り面にね、まあ、植栽中かな、植木があって、そこにあれは4月だったけど
雪が積もっててね、でその雪がこう兄貴から見えてるんだよね、出てて身動き取れないんだけども、で私が行くとね、あの私の名前読んでね、で、あの雪を取ってきてくれって言うんだ。まあ水分を取ったらいけないっていうことは、まあ、聞いてはいたんだけども、まあ、とにかくあんまり言うんでね、で、すぐ降りていって、で、雪を駆け抜けてね、で、奥の方の雪をこう丸くしてね、で、持って帰って、持って、兄貴に食べさせてやった。っていう、うまそうに食ってね、いや、うまいって言ってたよ。あの顔は忘れられないけども、で、ありがとうって言ってたな。それから、そうだね、その晩2時間か3時間ぐらい後かな。兄貴死んじゃってね、ちょっとなんか、こう、動くような感じがあったけども、まあ、そのまま、息を引き取ったんだな。で、まあ、私は、その食べさせてはいけない水分を取らしたから、そうなったのかなと思って、これは誰にも言ってなかったんだけども、まあそんな気もしてね、まあ内心ちょっと穏やかじゃなかったんだけども、でもまあ彼は喜んでたからね、まあそれは仕方ないなと思ってんだけども、心の中にずっと残ってます。でね、話はまあそういうことだけではないんだけども、その死んだ兄貴っていうのが15歳とね8ヶ月だったんだな。それがちょうど4月1日なんだよ。で1年遅れて日本に帰ってきたからね、あれ中3だったと思うね。で私が6年生を卒業する時かな、で中学になるという時だったな。で初恋の人もいてね、兄貴にね。で私は名前も今も覚えてますけどね、まあそれはともかくとして、そういう若くして死んでしまってね、まあ実に快走だったな。でそれをね、あの当時はね、あの当時っていうか、あの富里村がそうだったのか、あの土葬だったんだね、あの村のその墓地へ行ってね、で土葬で、でそこにあの目印に墓石の墓石なんてないからね、まああったんだろうけども、まあ、あの時はお金もないし、まあそういう時代でもなかったから、埋めたところにあのグミの木っていうかな、なんか木を植えて目印にしてね、いたんだよ。でその後ね、まあこれもまた事情があって、あの富里村から、まあ、離れて、移動したんだな、転居した。で私と母親が転居してきて、でしばらくしてね、もうずっと母親はね、やっぱり自分より先に亡くなった子供っていうのは忘れられないんだな。親心っていうかね、親がこう思う気持ちっていうのはものすごい強いんだね。特に母親はね。で、あれは吉田松陰の時世のあるかな。幕末の死でね、いろいろ問題あって処刑された吉田松陰の時世にあるけどね。なんだったっけな。親思うか、親思う心に勝る親心か、今日の訪れ何と知るらんってね、自分が処刑になるのをね、親が知ったら何と思うだろうというような時世を残して、殺されていったんだけども、まあああいう気持ちっていうのは親は、まあ、みんな持ってんだね。特に母親強いね。で地上だってその人はいるよ、いるけども、どちらかというと母親強い。特に私のその母親の場合は、一緒に本当に死ぬかもわからないというようなところで1年ぐらいかけて北朝鮮から帰ってきた後だったんで、あともう3、4年してその病気があの発症してね、で死んでしまったんだから、遠くに置いたまま一人その墓地に置いてね、埋められたままで自分たちが遠くに離れてしまうというのがもうすごく気になっててね。で20年ぐらい経ってからかな、だから昭和46、7年だったと思うね。どうしてもその近くにその兄貴を持ってきたいと言うんで、実はそれを取りに行ったんだ。あともう少しお話したいことが
あるんですけどね、今日長くなったんで、また次回にお話したいと思います。